コーディネートを組む前にとっても重要なことがあるんです。結論から言うと顔周りの身だしなみですね。今回は清潔感そして好印象を与えることができる身だしなみ時短術を紹介していきます。顔周りの印象ってとっても重要で服以上に視線が集まりやすい箇所なので気を抜いてはいけないんですね。顔周りで整えるべきところっていうのが、一つ目がこの肌の部分、二つ目が髪の毛とか眉毛、ひげ。ちなみに僕は結構濃いめなんですけれども、なるべく抑えられるように気をつけてます。でよく使うのがこのような電動のひげ剃りなんですね。で僕の場合ですね、これ2つ使い分けてるんですが、何が違うかっていうと、1つ目のこちらが、この頬の部分とか鼻の下の部分をもうメインで剃ってるひげ剃りになってます。そしてもう1つのこちら、僕の場合この顎ひげを生やしてるんですね。でここってどうやって整えてんのっていうのをよく言われるんですけども、これさえあればアタッチメントがついていて好みに応じて長さを変えられるんですね。で僕は常に 3mm のところに合わせて、こういった感じで、顎周りのひげを整えるといった形です。こちらも電動ですね。これも長さを調整できるものがついているのでさっといった形で整えてます。こういったものって朝の忙しい時間帯でもさっと処理できるんですね。僕自身ですね、昔は電動ではない、5枚刃のカミソリとかを使って、地道に処理をしてたんですけども、やはり、どうしても時間がかかってました。そこでですね、こういった電動のものを活用したら朝の時間の使い方が劇的に変わりました。本当におすすめなので、使ったことがない方はぜひご参考にどうぞ。また、ちょっと番外編なんですけども、顔周りの印象っていうところでは実は服でも簡単に、工夫することができて、一番簡単なのがこのような白色のトップスを合わせるということです。僕もインナーに今白い T シャツを着てるんですけれども、このようなトップスを合わせるだけで顔周りがパッと明るくなるんですね。顔周りが明るくなると表情も明るく見えやすいといったことがありますので、白色を取り入れて好印象に見せるということもできるんです。さあ紹介してきましたが、清潔感そして好印象を与えるためにはとっても使えるものばかりなので、皆さんが取り入れやすいというところからぜひですね、チャレンジしてみてください。こんな感じで毎日おしゃれに役立つ動画を配信しております。もしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。このような電動のカミソリこちらおすすめの動画です。ぜひチェックしてみてください。